茨城県道二百四十二号鉾田鹿島線鹿島市、荒野茨城県道二百四十二号鉾田鹿島線は、茨城県鉾田市から同県鹿島市に至る一般県道である。鉾田市から鹿島市を結ぶ道路としては、鹿島灘海岸沿いを通る国道五十一号と北浦湖岸沿いを通る茨城県道十八号、茨城鹿島線に挟まれた中間位置にある。 一般県道で、それぞれのバイパス機能も果たす道路でもある。1977年2月3日、新規県道路線として、起点を、鹿島郡太陽村、終点を、道郡鹿島町、重要な経過地を、道郡大野村とする、県道太陽、鹿島線として認定された。路線認定当時の起点は、茨城県道18号、茨城鹿島線の旧道交点。 終点は国道51号急道交点にあった。また、この当時は最小福院が1.5メートルほどしかない区間もある境外な道路であったが、翌1978年から1990年頃にかけて大倉交差点以南の大部分の区間にバイパス道路を整備するなど道路拡幅改良が継続的に行われた。その後の百九十五年に、 茨城県道の整理番号の再編成が行われて、現在の整理番号242に変更された。自治体の合併により、太陽村が、鉾田市、鹿島町が、鹿島市へと自治体名が変更されていたことから、2006年4月1日には、現在の路線名である県道鉾田鹿島線へ、名称変更されている。起点となる、鉾田市二重作地区は、 最小福院3.3メートルで離合が難しい区間が一部存在するが国道354号交点から鹿島市の終点までの主要な区間は対向に車線が確保されておりほぼ直線に近い線形と大きな交差点や信号が少ないこと等から交通の流れは良い沿線に鹿島サッカースタジアムがあることから J リーグのサッカー試合開催日は 周辺道路が大変混雑することがある。地勢は、起点の二重作が、北浦沿岸低地、それ以南の大部分は、鹿島大地にあり、段急部に一箇所だけ坂道があること以外、平坦かつ直線形の道路である。沿線には、まんべんなく住宅が点在し、主に、サツマイモを中心とする畑と平地林の風景を、望める。福音、曲線半径。 勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。AB、道路の区域の決定、茨城県法、第2677号、P29、ABCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日、現在 P、P15 ハット AB、県道路線の認定、茨城県法、 第6499号 p q a b 道路区域の決定茨城県法第6499号 P10AB 県道の路線名及び整理番号の変更茨城県法第637号ピアニッシモ8から 12AB 県道の路線名の変更平成18年3月23日 茨城県国示第354号。茨城県法。第1758号。P19。道路の供用開始。茨城県法号外。P4。道路の供用開始。茨城県法号外第35号。P4。道路の供用開始。茨城県法。第7482号。P12。道路の供用開始。茨城県法。第7680号。 P11 道路の供用開始。茨城県法第22号 P12 道路の区域の変更道路の供用の開始。茨城県法第156号ピアニッシモ5から6道路の区域の変更茨城県法第321号 P8 道路の区域の変更茨城県法第324号 P7 道路の区域の変更 茨城県法第338号 P4 道路の区域の変更茨城県法第705号 P3 道路の区域の変更茨城県法第820号 P4 エビ道路の区域の変更茨城県法第836号 P4 道路の共用の開始茨城県法第1349号 P43 国道51号鹿島バイパス急動区間を、遺憾区に管理から、県、市管理へ国土交通省関東地方整備局、日立河川国道事務所、茨城県、鹿島市、平成27年3月26日記者、発表資料。ありがとうございます。